フランスのグルノーブル。イベントや駐車場に使われているこの広場、毎年春になると遊園地がやってきます。この遊園地、驚くことに移動式です。すべての遊具やお店をささっと数週間で組み立てて、働く人たちはすぐ脇に止めたキャンピングカーで寝泊まりしています。ここで2ヶ月ほど営業して、また他の町に移動していきます。営業が始まると遊園地の訪れを待ちわびていた市民で湧き返ります。この遊園地とてもすごいです。東京ドーム1個分くらいあるでしょうか。とても広い敷地に、移動式とは思えないびっくりスケールのアトラクションがぎっしり建てられています。子供向けの乗り物もびっくりする速さで動いたりします。特にすごいのが絶叫マシンです。これらも移動式で、数日で簡単に組み立てたアトラクションとは思えないびっくりするほど激しい動きをします。びっくりするほどの絶叫マシンから降りてきた人たちにもびっくりします。皆さん怖がるどころか満面の笑みで楽しそう。
本当にフランス人はすごいです。びっくりするこの移動式遊園地、春のバケーションシーズンが終わると解体して夏のバケーションシーズンに合わせて次の街に移動していきます。